MLB、フィリーズ8月1日タイガース、日本時間25日、デトロイト。フィリーズのアレク・ボーム内野手が、ナ・リーグの打点トップ隊に浮上した。24日、日本時間25日、2敵地で行われたタイガース戦に、4番、3塁で先発出場し、9号ツーランを含む5打数4安打3打点1盗塁。 ブレーブスのマルセル・オズナ外野手と並ぶ64打点で、3位のドジャース・大谷翔平投手とは6差だ。写真、いつ見ても奥様綺麗。日本人メジャーリーガーの隣で青色のドレスで微笑む夫人。虫二塁で迎えた初回、左翼スタンドへのツーランを放つと、5回と6回にそれぞれ騒然だ。8回にし一塁でもダメ押しの敵字二塁打を放ち、 8対1での対象に貢献した。打率と本塁打では大谷がリーグトップを走っており、ボームとオズナで打点を死守している状況。三冠王に向けて新たなライバル誕生となりそうだ。2018年ドラフト一巡目、全体3位で指名された超有望株で、2019年11月に開催されたプレミア十二に米国代表として出場。 東京ドームで躍動し、侍ジャパン戦でも5打数2安打1打点の活躍を見せた。2020年にメジャーデビューすると毎年成績を向上させ、昨季は打率点274、20本抜い打、オプス764の数字を残していた。そして今季は76試合に出場して打率点313、9本抜い打、64打点。 オプス873の好成績。24日、同25日に発表されたオールスター戦のファン投票でも、同僚のブライス・ハーパー外野手に次ぐ、リーグ2位の196万231票を獲得。大家の177万3404票を上回る人気だ。花のある挑発と王子様のような風貌にファンも多い。